皆さんこんにちは。180日であなたの会社や店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、商いは角角6月号のご案内というテーマでお届けいたします。商いは角角の6月号が、できました。こちらですね。はい。今月の特集はですね、世界に名だたるすごい中小企業ということで、世界にですね、名を轟かせる地方の中小企業を紹介しています。ほとんどですね、ここで紹介している企業は、世界シェアで第1位というね、中小企業でありながらも世界シェア1位の企業を特集しています。例えば、その中で一例をご紹介するとですね、これはどうかな。はい、北海道の函館市にある株式会社東亜電機製作所というところがあります。こちら従業員51名の中小企業なのですが、ここで世界シェアの1位の商品があります。それは、これありますね。ダントツで1位だそうですね。約 70% シェア。イカ釣り機ですね。イカ釣り。全自動イカ釣り機という商品なんですが、この商品ね、なんと世界シェア7割を占めているということです。電動イカ釣り機っていうのは、要は船の上のそのイカ釣りの機械なんですけども、それが全自動でできると。私は漁師ではないので、詳しいことはわかりませんが、今までそういった機械でもいろんな不具合というか、使いづらい点があったそうです。そこを改善して非常に使いやすい機械に、改善、なっているということで世界シェアナンバーワンということらしいんですね。ホームページを見ると世界トップシェアを誇るともう書いてあります。このような企業を、そうですね、約10社ぐらい紹介しました。今回の特集はこれですね、読んでいただくとわかるんですけども、そんなに難しいことをやってるわけではなくて、やはりある一つの分野に特化してですね、そこの深掘り、それを真剣に行った結果、世界シェア1位になっていると。そしてもう一個なんですけども、やはり大変なですね、技術力とか知恵ですよね。それをですね、商品とかサービスにこう活かしているというのが特徴かなと思います。ということで今日は商いは角角の6月号のご紹介をさせていただきましたが、特集記事は世界に名だたるすごい中小企業ですね。これぜひ読んでいただくと、参考になるかと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、商いは角角チャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらもクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。